ミオ様ってすごいんですよ。もちろん歌も最高ですし、寝てらっしゃるお顔がとっても可愛いんです。暇そうだな。ちょうどボードゲームの相手が欲しかった。付き合ってもらおう。口癖の話になってさ、自分の口癖なんてわからないよねって言ったら不思議そうな顔されちゃった。まいったな。たくさん食べるけど何でもいいというわけじゃない。だから美味しいものがあったら教えてほしい。私、あなたのことが…なんてね。マリカの演技も様になってきたでしょ。We'll be right back.
には冷凍の枝豆まだの。練習後のマリカだよーっと。投稿完了。この後はね、みんなでスイーツ食べに行くの。練習後のマリカだよーっと。投稿完了。イブッターって見てるだけで時間が溶けてくんだけど、語られそうなくらい怖いって噂のホラー映画が流行ってるの。誰か一緒に見てく。ちょっと時間空いちゃったな。よし、エステ。真夏にエアコンつけて涼しい家でアイスを食べる最高の幸せって実はこういうことなんだよね。空手をやってた頃は熊狩りとか鷹の目なんてあだ名がついてたよ。私、熊なんて倒したことないけどね。